ハローユーチューブにハウヨークアンリンチューですえっとですね今日もですね日中を股にかけた、えー、局面ディスプレイが嫌いなバイリンガルの僕が皆様にね中華ニュースをお届けしようと思います、えー、中華知らずは世界の三分の一を知らないそして日本のマスコミは本当に偏更報道ばかりか情報が非常に遅いので皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください はいえっとですね今日のニュースなんですけどもあのファーウェイですうファーウェイ、えー、日本語でファーウェイになっている、えー、中国語の発音だとあのファーウェイのあのファーウェイですよ <laughs> ややこしいえっとですねえっ、ー、とついにそのねあのファーウェイのね CEO のユー・ロン・ドンという人があのフォアウェイが、ね、あのかなり追い込まれてきたとあの自ら、ね、あの認めたという、えー、そういった、ね、あの状態に、えー、なっているんですよ。でねあの CEO の,ねこのユー・ロン・ドンさんがです、ねえー、言ったのはです、ねえー、フォアウェイの、えー、スマホがあの、まあ、ハイエンドのエリアでは あのアップルにであのミドルエンドとローエンドの,あの領域では Oppo とか v a i イボとか Shaomi、えー、にねあの取られるであろうと、まあ、そういうふうに、ね、あの自らあの発言したということで、えー、このね Huawei の,、ね、のスマホ業務がです、ね、あのもうついにもうアメリカの制裁によってあのダメになってきたと えー、そういうあの話ですねはいもうついにねあのフォアウェイがねあの認めてしまいましたえっ、ー、とね多分半年前とかねあの1年前とかま半年前とか1年前とかねあのアメリカに制裁されてもそのフォアウェイはその自分の技術があってあのまだまだねあのやっていけるとまあ、言っていたと まだまだ大丈夫だって、えー、そういうふうにやっていたと思うんですけども、まあ、ここにきてねあのついにだめになってしまったと、えー、これからねちょっとねホアウェイのスマホどうなるか分かんないんですけども、まあ、僕としてはねあの別にあのえ砂ドら積んだらっていうあのそれだけの話なんですよねだから結局このおッぽとかバイボとかシャオミとかがなんでまだやっていけてるかっていうと あの要はあの砂ナドラつ積んでるからでえ結局あの、アンドロイドスマホにするわけなんですからあの余計なことを考えないで、えー、砂ナドラ積んでなんか他のところでカメラとかで、ね、あの勝負していけばあのまだまだあの続いていけるんじゃないかなと僕は思うんですけども思うんですけども、まあ、とりあえずねあの局面ディスプレイだけはやめてください、本当にもうあれはね本当に余計なんでもうあれだけで買いたくなくなるんで。マジであの <laughs> あのなんていうの保護フィルム貼れないんですよあれ。でそれでなんかそれがためになんか割れやすくなったりとかねあのするんで使いにくいだけなんであれは <laughs>、えー。それでですねまあ、それに対するねあのネットユーザーさんの反応がですねまあいろいろありますよあのなんつうのあの俺はどんな状態になっても、えー、ファーウェイのあのスマホをねあの使い続けると、えー、であのアップル使うやつは、えー、なんていうの。 アメリカの犬だと、えー、そういうふうに、ね、あの書く人もあのいるんですよね、えー、あとはまあ、えー、なんていうの,あのシャオミーがあの復活してきたなというかシャオミーが今までおまけだったのがあの結構メインになってきたなと、えー、そういうふうに、ね、発言している人もいるんですよね。僕の友達とかかでも、ねえー、と多分、えー、と去年あたりから あのフォアウェイに見切りつけて中国国内ねあのシャオミにどんどん変えてる人とかね結構いたんで。 あのまあ、そんな感じなのかなとあの思うんですよ。でまあ,あの要はね愛国主義とあの、まあ、合理的主義者の,あの対決みたいなね、えー、そんな感じになってますねフォアウェイねあの。愛国者はそのフォアウェイを使うっていうそのねアホらしい、まあ、これも本当にねアホらしい概念なんですよね。良、えー、ければ使うよ,よくなければ使わないっていうそれだけの話なんで。 あのまあ、無理することないよっていう話なんですよね、まあ、まあもう,もう砂,ドラで砂ドラを受け入れたらもう別にあの解決する、えー、話なんですけどもね、でねあのあまあ、いつも言ってるるりそり、そのなんであのアメリカに、えー、制裁をされてしまうかっていうと、あの中国国内に、ねえー、何もその中国国内独自の、えー、それがないと他の国が困る、えー、コアテクノロジーがないからなんですよね。 えなんでねあのコアテクノロジーがないかっていうと研究しないから。 が一つですね、えー、それで聖華大学とかねあの中国のトップ校ねあの日本でいうのは散々宣伝されてる聖華大学を出た人たちの頭じゃそれらのものがねあのどれだけ,けあの研究してもあの開発できないからコアテクノロジーねあの半導体だけじゃなくてねあの何らかのねコアテクノロジー持ってたら、えー、それなりに、ね、あのトレードできるんですよ。まあ、俺はこのコアテクノロジー持ってるあなたはこの,このコアテクノロジー持ってる、えー、じゃあお前がそのコアテクノロジーを 渡さないんだったら俺もこのコアテクノロジー渡さないってできるんですけども今のところ残念ながら中国ってあのその戦略が取れないんですよ。でねこれからもあと20年ぐらいはねやばい状態だと思うんですよね。で基礎研究とかねあのコアテクノロジーとか、えー、時間がかかっていつお金になるかわからないんですよ。 そういったことっていうのを中国人っていうのはやりたがらないんですよ聖火大の卒業生はね。で適当に不動産デベロッパーで不動産売って借金して買わせローン組ませて買わせてわい儲けた早かったぜ売住乾杯っていうのが聖火大学の卒業生の頭の中の構造なんでできないんですよ。なななななんんでそ研究しくちゃいいいけののつお金にる え20年後そんなのやりたくないよっていうなるんですよ清華大,大学の卒業生っていうのは本当にそうなんで,であとはほら倍重、まあまあ、になんか脳みそあの侵食されてるんですよねでねどっちが本体かっていうとあの,バイジューの方が本体なん,ですよでなんかほら、まあ、人類って、ね、あのコーヒーに支配されてるっていうほらコーヒーをあのたくさん世界中にねあのばらまくために、えー、人類がねあのその 脳を乗っ取られてあのあのそのコーヒーをたの種族を増やすために、えー、利用されてるっていう話なんですけどもあの中国人の場合その倍重にコントロールされてるんですよ。で倍重を増やしていくために中国人っていうのは存,存在していて倍重、まあ、でねあ,のあっぱらパーになってそのまたほら倍重作ってまた倍重増やすっていう。 倍重に脳を乗っ取られているんですよ、だからそもそもその倍以上に脳を乗っ取られているんで、そんな人たちに基礎研究とかできないんですよね、それでスマホ、別に悪いことじゃないんですけども、要はコアテクノロジーの部分じゃなくて、安価な労働力で解決できる部分で今までは勝負してきたわけなんですよ。 それで、ねあのまあ、中国には独自の、えー、技術があるんだとあのハイエンドの技術はあるんだとあの宣伝してきたんですけどもあの、ね、宣伝しているうちに、ね、こっそり何かやってたらあの基礎研究、ね、しっかりやってたらいいんですけども、えー、そういうことをあのやってこなかったためにあの、まあ、まあ困っているんですよね。 アメリカが、ね、そのフォアウェイを規制したっていうんですけども、えー、中国も、ねまあ、グーグルとか、ね、あの規,制規制してるわけでも、まあ、それも、ね、なかなか、ね、あの文句言えないところで、まあ、難しいところではあるなという、えー、そういう感じなんですよね。 フォアウェイはあの砂の裏を受け入れたりとかあの養豚やったりとか、まあ、豚育てたりとかね、あの車やったりとか、まあ、総合的にやっていければ全然あの継続可能だと思うんであので、まあ、しばらく、えー、もう10年、20年なんかその方向性でいくつもりであのな,んうのな,なんか自分の独自の,、ね、あのコアテクノロジーをゆっくり開発していく方が あの有意義だと思うんですよ別にねどこの国と勝負しなくてもいいし、えー、その技術が楽しいって思う心がね多分ん番大事だと僕は思いますはい、えー、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録ツイッターのフォローなどよろしくお願いしますそれでは皆さんリンチーでしたさいちえん